ございます。あんくん、おはよう。クロワッサンと塩パンとなんか生食フレンチトースト。このアボカド 30% 引きだったの。本当助かる。でも大丈夫かな、結構柔らかいんだよね。あ、え、全然大丈夫だ、よかった。ストロベリーコーヒー行った時に飲んだラテがめちゃくちゃ美味しくて、その日使ってた豆を買ってきたので、これで飲んでみたいと思います。こんな感じ。これあ、めっちゃいい香りする、やばい。この後ネイルをねしに行くんですけど、めっちゃ汚い、超伸びてるし、もうちょっとでクリスマスだ。クリスマスカラーの赤にするか緑にするかちょっと悩んでます。17時からネイルは予約してるから、それまで動画編集をしようと思うんですけど、おすすめの作業用 BGM があって、 Reach for the Moon っていうチャンネルのライブ配信、集中できるし作業してる時とかちょうどいい感じの曲調なので、これをよく聴いてます。グリーンの愛歌とか、青山テルマのそばにいるねとか、今夜はブギーバックとか、ライブ配信これ結構集中できるからおすすめです。前テンダーのライブに行った時にあったステッカー、携帯に挟みたいと思います。どれ挟もうかな。こんな感じ、これ挟もうかな。靴下かわいいし、え、かわいくない、どう、いい感じ。今からネイルしに行くので着替えました。
このアウターはビューティー&ユース。首のとこが可愛いんだよね。H&M とかのミニスカにルーズソックス。バッグはアクネ。行ってきまーす。いつも使ってるエクセルのメイク落としなくなっちゃったので、これとネイルしたところでラッシュアディクト、これはガチ伸びるくなっちゃったので、これも買いました。今日はおでんを食べます。夜ご飯おでん大好きなので食べまくってます。最近おでんははんぺんを別で買って、あとガンモもね今日安くなってたので買ってきました。あと豆腐ステーキも作ります。ペーパーに包んで、これぐらいの大きさだったら2レンジで2分8で、これを適当に切って片栗粉をまぶします。味付けはマジで適当なんですけど、まあ醤油、みりんと醤油の半分ぐらい、砂糖、生姜、完成です。いただきます。来週妹の誕生日なので ABC マートで誕生日プレゼント買ってきました。バンズの厚底のブーツ、可愛いのあったからそれにしました。めっちゃ可愛いの、もう自分が欲しいぐらい厚底で、中がボアになっててあったかそうなんだけど。この間紹介したジブリパークの購入品を飾りたいと思います。これはもうどこにつけるか決めてるんだよ。やば、可愛すぎるんですけど、レハウル好きな人からしたらもうたまんないよね。この子どこに飾ろうかな。えっ、可愛すぎるかも。ここにしよう。ここにいるべきだったんだね、君は。これはあのマグネットなんですけど、冷蔵庫に貼ろうと思って買ったので、どんどん増えていく。これは見てくれてる子がポップアップの時にくれたやつ、私の描いたイラストをねフェルトで作ってくれたの。ハワイ行った時のどんぐり共和国で買ったやつとか、スヌーピーミュージアムで買ったやつ、これはハウステンボス行った時にミッフィーカフェで買ったやつと、
がオブジェクトで買ったマウスパッド、なんか可愛くて普通に置いても可愛いなと思ったので、これどっかに、ね、飾りたいと思います。